ゴンパチと、小紫で、平井ゴンパチ役を演じた実川。幽女の小紫は、東愛子が演じた、実川延松は、日本の俳優、映画監督である、本田茂子松太郎、天活大阪支社の連鎖劇から三日時寝設立に参加し、後に、独立、牧野正造、直樹35、中川四郎ら大正末期の、インディペンデント系プロデューサーと共闘した。 1894年5月17日、大阪市に生まれる。旧正小学校を卒業、大阪歌舞伎の二代目、実川縁次郎に入門した。19歳になる1913年頃、上京、歌舞伎座に所属しながら、演技座、大黒座、宮戸座等で修行する。1919年に、大阪に帰り、天然食活動写真、天活は、同年内に解体され、 翌1920年5月、天根勝大阪支社と天根勝小坂撮影所を改装、帝国記念ンゲ芸が設立されると同社に参加、中川史郎と共に同社に入社した、嵐義徳主演、中川の監督作に多く出演、1924年までに90本以上に出演、主演もしたが、同年3月に三角記念を退社、松竹下鴨撮影所に移籍する。 同撮影所でも30本近く出演した後、翌1925年3月、野村薫邸監督の、ケ也ののい糸への出演を最後に小竹を退社。嵐、立花の太郎、小野民富衛門、玉木光子ら一派を連れて独立する。実川が31歳となる年である。実川の独立と、同時期に、三角稲で実川の出演作を監督していた。 中川史郎も独立し、奈良市内に中川映画製作所を設立、撮影所を建設していた。また、同時期に、同市内では、小説家の直三33が映画製作に進出、連合映画芸術家協会を設立しており、その設立には、同時期に東秋キネマから独立して、薪のプロダクションを起こした薪の肖像が密接に協力していた。実川は、 中川が制作した3本の映画にすべて出演する、傍ら、牧野小室撮影所作品にも、延松はじめ派を引き連れて出演し、実川は主演した。実川が主演した牧野作品のうち、1926年前半の一作は、実川自身が監督した、生の争奪で、牧野プロダクション、和潮撮影所で制作された。また、同年3月には、 実川の延末映画社が制作した2作が公開された。そのうちの1作、入党は実川が監督している。翌1927年には、三角ドキに会議在たが、40本以上に出演した、後、36歳になった1930年には、同社を退社、映画界から遠ざかった。その後の消息は知られていない、帝国キネマ小畜下鴨独立プロ時代三角ドキ 復帰以降、ありがとうございます。